こんにちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、じゃーん。手乗りぬいぐるみ対応って書いてあるんですけど、すみっこ暮らしの、お着替えすみっこ。実はね、一時期こちらが、ハムちゃんにぴったりサイズということで、すごく話題になったと思います。でね、なんかすみっこ暮らしはね、最近 YouTube とかで知って、僕はね。で、なんか可愛いなと思って見てて、たまたま、スライムのお店に行った時に、見つけて買いました。初めてお店で見つけました。これも買ったんですよ、トカゲ。実はなんかこれネッシーなんですけど、トカゲ。なんか可愛いね、設定も可愛い。で、このトカゲがすごく好きなので、見た目は白クマも可愛いなと思ったので、これ着せればもう完璧だと思って、着させてみよう。タピオカ、タピオカだっけ？いくよ。かぶせればいいんだね。いくよ。こんな感じで。よいしょ、よいしょ。色合いも可愛い、いいね。なんか、いい感じかも。トカゲにいいかも。はい。可愛すぎなんだけど。可愛い。尻尾も出てる。ほら。可愛い。これね、チップにも着させたいね。チップに着させたら絶対可愛い。では、早速、チップちゃんにお着替えさせてみたいと思います。それでは、お見せしましょう。このようにして、こうする。お！できてた！できた！かわいい！かわいい！かわいい！今、何もないのに入った。続いてビスケット。チップビスケットだよ。おいやー、かわいい。これはかわいいよ。かわいい。トントン。トン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 トおお、かわいい。何もなくてもチップ入るね。かわいいね。うわぁ。ご褒美、ご褒美、チップタウン。食べてる。お？お？尻抜き。あー、かわいい。食べるの早、チップ。ということで、チップでした。